こんにちは深田静香です私は病的真面目を治すためにカウンンセリングでお金をを払っってて競馬を教わっています今日2020年11月15日の g 1エリザベス女王杯の馬券をいつものようにインターネットの即パッドで買いました競馬を教えてもらうようになってから競馬が大好きになってこの秋からは 真面目病を治すという目的と。競馬ゲームに勝つ、黒字を出すという二つの目的で教えてもらっています。今回は上位四頭の人気が拮抗しているので。馬連の四頭ボックスにしました。選んだ四頭が上から。馬番。四番ソフトフルート。六番ノームコア。八番。 選定量を18番ラララッッキーライラックにしましまた。今回は予想がとっても難しいので真面目病を治すという目的を重視して選びました4頭中3頭が私の大好きなアーモンドアイちゃん史上初芝の G1 八冠を達成したアーモンドアイちゃん世代のご栽培を1頭は これも史上初無敗の貧乏三冠を達成したデアリングタクト世代3歳馬を一頭選びました私はカウンセリングの音声をこの youtube で公開カウンセリングという形で配信しています競馬のカウンセリングなんですけど競馬の勉強にもなるし人生の勉強にもなってとっても面白いんです もうぜひ一度聞いてみてください。そして今日のエリザベス女王杯の私の買い目、もう競馬大好きです、大ベテランですっていうあなたも、競馬知りませんっていうあなたも、ぜひ一緒に応援してくださいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。また来ますね。